こんにちは、ラボックボーカル教室インストラクターのメグです。今日は12月5日発売予定のジュジュさんのニューアルバムから1曲ワンポイントレッスンをしたいと思います。クリスマス時期ということもありまして、ジャズのスタンダードナンバーもたくさん入ってるとても素敵なアルバムなんですけれども、その中から今日はリメンバーという曲をやりたいと思います。はい、じゃあ早速今から歌っていくんですけれども、歌う前にですね、ちょっとだけリズムのお話をしますと、スイングというジャズのリズム、これにしっかり乗っていくことが、まあ、かっこよく歌えるポイントではあるんですけれども、スイングとは何ぞやというところまで掘り下げていくとですね、とてもちょっとこの回だけでは、お伝えしきれないので、今日はリズム以外のことをやりたいと思います。はい、で歌う時にもですね、4ビートのリズムを流しながら歌いたいと思います。愛してたとか愛されたとか愛が終わったとか嘆いてみても仕方がないわ、もう好きだこと。はい、では早速この部分やっていきたいと思います。まず、冒頭の部分なんですけれども、この愛という言葉ですね。はい、しっかり発音はするんですけれども、まあ、曲の序盤ということもありまして、ジュジュさんはですね、結構抑えめの声量で歌ってらっしゃいますし、なるべくこう息を多めに吐いていただいて、そんなに押さないで歌ってみてください。愛してたとかってこう押すんではなくって、愛してたとかこう息を感じさせるようなぐらいの、声量とバランスで歌ってあげると、その後のバランスも良くなると思います。それから、このとかですね、このかという音は、KA ローマ字で書くと、まあ、こういう表記になるんですけれども、K という子音と A という母音ですよね。はい、でここのか行はですね、発音がとても強調されやすい音ではあります。なので、しっかり発音してあげることで音の輪郭もくっきり出てきますし、それから歯切れよく歌ってあげることで、このスイング感にもしっかり乗ってあげれると思います。はい、それでは最後の行なんですけれども、もう過ぎたことのここのぎという言葉なんですが、先ほどのこのか行と一緒でして、発音が強調されやすい音ではあります。あるんですけれども、であるがゆえにですね、あまりこう強調してしまうと、ここでは濁音の濁った感じがちょっと気になってしまうので、しっかり発音はするんですが、ちょっと抜いてあげるぐらいの方がいいと思います。好きやったこと、このくらいの方がバランスがいいと思います。早速歌ってみてください。ということで今日はここまでになります。次回はリズムのことをやりたいと思います。